ヨルジュニアとか遠くないですか、クロスのベースソースどうじゃないですか。でもユニちゃん抜けてるじゃないですか。退場出た出た、レッドカードフィニッシュをされます。後半34分、テリー寄せで映像だったトリに動いてきました。このまま回してしまうんでしょうか。ペコニアタント晴れる展開を指示しています。ボールは繋がります。ボールを運びます。まずはドリブル、このボールをアクションに終わりました。ボールを入れます。ダブルボール、クロスを上げて、さあドリブル、おお、マジか、シュシュ、大好きな、うまいか。
足元にはゴールデンシューズが光り輝いています。一方ミッドで踊るのはピンクのユニフォームジパンクエンスです。距離を置いた草から引きますが生け物トゲユセレードカットフォーメーションは4-4-2アスト・ウチーダ。この選手の成長ぶりをサポーターも大いに期待しているのでしょう。スローイン、ソーバー、ウチダ、スローインで最大です。フォローで一人で行く、感じてませんでした。何やってんだよもう。ウチダ、ウォーマンとって体が相棒です。さあ、ソーバー、これはこれまで。うわ、マジか。早い展開を指示しています。何人もいますか。ボールを入れます。ほら、柴崎。コーンのワンチョペ。ワンチョペ。左から上がっていく。シュートが入りました。中心に。中心にボールを出します。押さえパスを送ります。ウチダ奪われます。ドリブル、ここでシンバルのレナーチッション全力を取り返します。さあ、後半戦が始まりました。後半戦は両軍ともに選手交代をしています。マスダ落ちます。あー、ごめんなさい、倒してしまいました。やめてー、オーケー。クリア、バッチャップ、取り返します。さあ、FC 東京ボールを受けて、うわっ、マジで。メコリア監督、攻守の切り替えを盛んに指示します。カーシーボールを投げる、うん、育ち切ったらやりたいですね、もう一回。そうですね、はい、普通に強くない、守備硬くないですね。さっきだってあいつ、あいつの時4点とかで僕が探してたんで